ナリーグドジャース4、10カブス、2024年9月9日、ロサンゼルス。ドジャース、大谷翔平投手、30、が9日、日本時間10日、本拠でのカブス戦を前に、小児がんと戦う子どもたちと交流した。写真、試合前練習で小児がんと戦う子どもたちが描いたイラスト入りオリジナル T シャツを着用する大谷翔平。この日の試合は、 チャイルドフッドキャンサーアウェアネスナイト、小児がん啓発ナイト、として開催され、試合前練習ではドジャースの選手たちが小児がんと戦う子どもたちが描いたボールなどのイラストがあしらわれたオリジナル T シャツを着用して練習に臨んだ。試合前のセレモニーでは大谷も子どもと交流し、帽子交換をおねだりされ、笑みを浮かべるシーンもあった。また、試合中はドジャースの選手が打席に入る際、 患者の子供たちが描いた似顔絵がビジョンに映し出された。大谷はこの日、4打数2安打1盗塁で2試合連続マルチ安打をマーク。前人未到の50、50まで残り4本塁打3盗塁とした。ただ、試合は投手陣が打ち込まれ、カブスに大敗した。